王法は、プロレスラーの小川直也と、橋本信也による、タッグチームのこと。名前の由来は、両選手のアルファベットの頭文字から。もともと、小川と橋本の間には、1997年に、小川が新日本プロレスで、プロレスラーとしてのデビューを飾った際に、デビュー戦で橋本と戦ったことに橋を発する、因縁が存在した。 1999年1月には小川がシュートを仕掛け、2000年4月には、橋本真也34歳、小川直也に負けたら即引退スペシャルと題する、シングルマッチで負けた橋本が一時引退に追い込まれるなど、小川と橋本は、懸縁の中と見られていた。しかし、同年11月に、 橋本が新日本プロレスを解雇され、翌2001年にプロレスリングゼロワンを旗揚げすると、小川は旗揚げ当初こそ、橋本との対決姿勢を打ち出していたが、その後実質的に団体運営に協力する形で、王法を結成した。王法は、主戦場であるゼロワンや、当時ゼロワンが運営協力していたハッスルは、もちろんのこと。 全日本プロレスなど他団体にも積極的に参戦したが、2004年11月にゼロワンが崩壊したのに伴い、橋本が長期休養に入ったため応報も活動を停止。翌2005年7月に橋本が亡くなったため、活動再開は叶わぬ夢となってしまった。ありがとうございます。